あの今日はね、手伝いの塩田君と、あとシザーズチャンネルから二の前さんが来てくれました。じゃあシザーズチャンネル二の前です。はい、ありがとうございます。まずね、今回もメーターってコナンのトリック検証をやっていくわけなんですけども、今回は92巻の白い手の女という事件で、この事件犯人プロゴルファーなんだよ結局。そのプロゴルファーの人と彼女が一緒に部屋にいて、ストーカーが殺したように見せかけて、その写真をストーカーが撮ったように見せかけたっていうトリックを今回やったけど、実は犯人が自作自演。白い手の女がこう水性ペンでこう書いてるわけじゃないですか。実は犯人は自分でファンデーション塗って、その白い手を塗って作って、であたかも自分の手じゃないように見せた。でもね、男の手だから俺さすがに分かると思うんだから、ちょっと今回は本当にごまかせんのかということで、そういう写真がちゃんと撮れるかという実験をやっていこうと思います。再現してやんよ。押して写したんでしょ、ハンコみたいにしてさ。このトリック俺が再現してみせる。見た目は大人、頭脳は子供、その名はメーター探偵コナン。はい、今回はストーカーがね撮ったように見せかけた写真を作っていくんですけども、まずはクリアファイルに愛してるという文字を書くんで、油性の愛してる書いて、裏側に水性の愛してるを書いて、それを頬につけるということで、クリアファイルと赤のペンが2種類必要です。で、今度自分がね描いたんじゃなくて女性が描いたように見せるんで、下地に日焼け止め塗って、その上からファンデーションを塗ります。で、あと爪にねマニキュアをつけて、手指をつけて、女性の手があったように見せて描いたように見せる。で、今度下絵側の方で、まあ、男性の手ってことなんで、今回袖口をこう切って、その袖口をつけるってことで、人の手の違いっていうのが分かるかなということで、これやっていこうと思います。このトリック俺が再現してみせる。今回のトリックなんですけども、まあ、犯人が自撮りをしているときに、ここですね、ここが女性の手っぽく見せて、でこの死体のここの手を今度男性っぽく見せるっていうことをやっていく。実際の写真、後にコナンたちが発見する写真なんですけれども、枠がこの赤で囲った線が写真として、ね、本当はペン持ってます。ここペン持ってて、頬に、ここに愛してるって書いてあるんですね。頬に書いてあって、はいはい、こんな感じですね。この手が本当は犯人の手なんですけれども、はい、写真だけ見たら、ああやって見えるわ、手が白いからストーカーに見えると。死体の人の左手ですね、犯人の頭の上に乗っかってるんですけれども、はい、この袖口とあと犯人の肌の色に合わせられているので、ね、犯人がまあこういう風にやって見えるっていう。はい、そうですね、まずクリアファイルに、はい、まずは油性ペンで愛してるっていうふうに、愛してるハートマークですね、ほっぺたに映すんで、あ、サイズ感ですね。サイズ感も、サイズ感ですよね。あ、サイズ感問題ね。これぐらいに収めなきゃダメですね。意外と小さいわ。そうだ、意外とちっちゃい、ね、結構ちっちゃいですね、うん、でこれぐらいですね。はい、はい、で、ハートマークで、それを裏返して、これを裏返して、今度水性ペンね、水性ペンで、はい、やってみよう。なぞるってことですよね。そうそうそう、はい、これやるから裏返しに書けんだね、文字がね。これね、この時間ね、この先端のインコを出すやつね。ああ、来ました。いや、でもこれ難しいな、多分これ謎んなきゃできないですね、確かに。ちょっと待って、はい、はいはいはい、そうしたら、ちょっとほっぺやってみましょうか、じゃあ。はい、ほっぺいきますか。でかいかな、いきます。おぉ、すげえ、すげえ、ついたんじゃないですか。すげえ、愛されてます。これすげえ、綺麗に愛されてます。マジですか。これすげえわ、ほっぺってひんやりしましたもん。オッケー、第一段階突破だ。愛してるコンちゃん寝てもらって、はい、撮れるかやってみましょう。そういう感じ、そういう感じ、はいはい。まず、ショートしたいね、はいはい。で、手で自分で水性ペンを持って、そうだね、そうやってて、で、この手を、そうですね、この手を白く手だけやりましょう。白い手やってほしいんですけど、はい、マニキュアとか塗ったことあります？うわー、そうですね、授業でやったことは。あ、そうだ、美容師さんだから。あ、そうだ、そうだ。これ右手にやるんすもんね。右手、右手ですね。ってことは左手でこう塗んなきゃダメなんですよね。こうやるってことは犯人は随分費用が難しいかもしれない。塗っていきます。あ、完全に手が震えますね。手がすごい震えてる。あ、でも綺麗。
どうですかね、こんな感じ。わあすごい、いいじゃん、完璧完璧完璧です、完璧です、さすが、オッケーです。じゃあ次白くしていきましょうか。はい、もう十分でも色白なんですね、実はね。マイクのファンデーションでいきましょう。そうですね。じゃあちょっとやってみましょう、その格好。ファンデーションどうなんですか。いや、そうですね、マジっすか。事情ありました。ただこれも一つだけいいですか、はい、左手で塗るんですよ僕右利きなんで、なかなか難しいところはでもありますよね。やっぱ犯人プロゴルファーだから両方使えるんだね、きっと。でも全然確かに違うかもしれないです、こうやって見ると、うん、やっぱちょっと女性っぽい。確かに全然違う。いや、すごいですね。なんかやっぱちょっと女性っぽくなりますよね。女性っぽくなったんですね、手がすごい。そしたらじゃあシューつけましょうか。あ、これでね、女性の手完成なんですね。了解了解。そうですね。はい、じゃあこれであの女装の手ができたんで、今度死体側の男性の手に見せかけた方を作るんで、袖口切っていきましょう。はい、これあのーはいはい、犯人の目的としては、うん、こういう風に自分が寝っ転がってるという風に見せかけたいんで、うん、実際は死体の左手がこういう風にかぶさってるんです、うん、右手風に見せかけたいんで、この右手側の袖口を切る。切る、なるほどね。じゃあ切ってる間なんかなんかチョキチョキの運動とかあれば。なんすかチョキチョキ。なんすかそれ。朝授業の前にやるんですよ。あ、そうなんです、チョキチョキ。親指の回転。あ、美容師チョキチョキ。あ、そういうできた？すげえ。これですね。右手用の袖口なんですね。じゃあちょっとつけてみてくれ。じゃあ犯人がつけるのか。死んでるから。どんな感じで？死んでますね、感じ。こういうことね。あ、こういう作業してんだ。了解了解了解です。はい、じゃあ今から再現やっていくんですけど、じゃあまずショウナ寝てもらって、はい、下役ね。で、犯人の動きとしてはまず袖口つけますね。はいはい、袖口をつける、はい、いいですね、つけて、はい、つけて、で、死体と90度の角度で寝ると。腕枕みたいな感じですね。こうですね。そう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 ですね、はいはい、こう、こうする。そうだね。そうしてで、水性ペンを持ちます。頬に当ててるのかな、頬に当てて書いてるように見えると。で、そして携帯で自撮りですね。携帯、まあ本当はチェキですね。本当はチェキ。これチェキなんで、インカメなしで。あ、なるほど、はい、こういうことですね。そうだね。あ、いけるかもしれない。やってみましょうか、じゃあ。いいですか。 OK です、じゃあ行きましょう。このトリック、俺が再現してみせる。もうでもそういうことありますね。まあまあまあ、死んでるから、死んでるからね。死んでるから、硬直してましたね。もう全然大丈夫。ここに、あ、待って待って、書いてるように見せると。この辺ですかね。そうそう、で、写真を撮ると。じゃあ、上所長、写真が撮れてるかどうか、はい、見せます、いいですか。いきますよ。俺でもでもでも、そうですね、もうちょ、あ、趣旨が伝えないのか。あ、そっか、女性の趣旨が伝えないんだ。趣旨とあと袖口のこっちの手か。1回目失敗。顔ももうちょっと見えてた方がいいんじゃないですか。死体の顔、そうですね。手が多分もうちょっと見なきゃおかしいね、実は多分。もうちょっとここに頭乗せるっていう。頭乗せて、はい、そうね、それと、はい、袖口が多分もうちょっと奥までやっちゃえばいいんだろうね。わかりました。こんな感じだ。このトリック、俺が再現してみせる。いきましょうか。ちょっと写真見せてもらっていいですか。はい、いきますよ。おお、あ、シュシュだ、やっぱ。あ、でももっと引っ、もっと引きなんだね。からそうっすね、意外と難しいな。2回目失敗。これはそうか、死体の手か。これはちょっと死体の手っぽく見えますね。ちょっと怪しいね。ちょっと考えちゃう。あ、違う。僕らこのシャツ着ればいいんじゃないですか、この。あ、そういうことか。そういうシャツを。そういうことですよね。何を考えたんだ。この服を着ないと。これを僕が着て。これは他人に見えるわけや。あ、シノだもん、その服似てるわ、ちょっとね。ちょっと脱いだ方がいい。脱ぎますね。このトリック、俺が再現してみせる。じゃあ写真見せてください。はい。お、おお、シュシュが、シュシュなんで映んねんだろ。これなん、僕今分かったんですけど、はい、あのスクエアになってました。だからなんかこう、ちょいちょいちょい、こうやってる時に多分指がちょいちょい、はい、シュイってなってスクエアになっちゃったんですよ。あ、それは本来チェキやったらありえないね。ありえないですね。まあ、だけど、じゃあもう一回写真でやってみましょう。もう一回いきましょう。3回目失敗。これ本当すごいですね、これ。いや、もうこれ、これですよ、もうこれ、もう完全に。あ、服が、
服が一緒だからもう完全に寝てるように見える。リンクしましたね。あ、リンクしてるわ。進化してます。すげえこれ。あと一歩ですね。趣旨をそうですね、その手首ぐらいにもっと上げてた方がいいですね。そうですね。見やすいよ。手首見やすいようにしておきましょう。このトリック、俺が再現してみせる。いや、いいよ、ちゃんとっす。オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。いいじゃないっすか。じゃあ行きましょう。お願いします。おー、クリアーぜー、これすげー、来ましたね。完全に、完全に引き人だわ。すごい、完全にこれ一緒の人。これがまさかこの人の手、あ、すごいわ。これそうか、これはストーカー手なんだもんね。ストーカー手ですね。この手は確かにどっか行ったと思うわ。うわ、すげー。4回目成功。いや、すごい、やったー。やったー、この写真すごいですよ、この感じ。これ完璧ですね。すごいですね、これ。今回再現してみて分かったこと。チェキを取る方が難しい。いつも見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。この写真100万人になるぜ。ちょっと一つ気になることがあるんで、はい、自分の手で愛してが逆もじゃ描けるかだけやっていいですか。あ、そうですね。行きましょう。じゃあ書いてもらっていいですか。じゃあこっち側に鏡で描きますね。同じ人の手に見えないね。不思議。え、待って、めっちゃむずいっすね。これめっちゃむずいんだ、やっぱり。お、合ってる。あ、今合ってる。第一角合ってますよ。お、これ第二角、三角なんか合ってますよ。うん、コースもね。すごいすごい。お、すごい。おお。あ、でもやっぱ大きさ難しいかもね。大きさ難しいっすね。え、めっちゃむずいっすよ。脳トレみたいだと思う。あ、すごいすごい、でもすごいわ。おお、すごい。ハートですね。あ、すごい。首元のハートキープやばくない？首元までいっちゃうけど、できてはいますね。マジっすか？こっちが写した方です、ね。でもすごいすごい。あ、どっちも綺麗。すごいわ。すごい。頑張ればできんだ。頑張ればできますね。できそうですね。これ練習したらできる。練習したらいきますね。チェキの練習よりこっちの方が簡単。間違いないです。間違いないです。